久保さん。いやー、今日からね、お正月セール第2弾なんですよ。今日からやりますよ。お正月セール第2弾。お正月って言えるのはね、まだ言えると思うんで。アマゾンも今日までお正月キャンペーンやってますからね。僕はまあ、14日ぐらいまで。まあ、第3弾もやろうと思ってるんで。まあ、やってるかやってないかですね。本当にね。<laughs> まあ、今回のお正月セール第2弾でも、 あの書いたんですよ、セールスレターに。いや、もうお正月から稼げてますっていう。まあ、あの、セールスしておしょ、お正月セールスしてるんだったらもう稼いでますよねと。だってお正月セールって一番売りやすいわけじゃないですか、どう考えても。多分1年で一番売りやすい時期じゃないですか。<laughs> で、セールスしてれば売り上げ作れると思うんですよ。多分、セールス、 なんとかセールっていっぱいあると思うんですけど、なんとかセールの中で一番売りやすいセールだと思うんですね。クリスマスセールとか、あのなんとかセール、まあ、いっぱいあるいし、ウィンターセールとかね、なんかサマーキャンペーンとかね、いろいろあると思うんですけど、<laughs> お正月セールってもう一番究極に売りやすいと思うんですよね。だからお金稼ぎたいんだったら、もう売り上げ作ってますよね。だって一番売り上げ作りやすいんだから。 ででもやってないんですよねそうほとんどの人はやってないっていうね <laughs> そうほとんどの人はやってないんですよほら,ほら、ね、これねそうこれ新うやってますよこれね家家,家売ってますよ家家売ってますねこんなんで、はい <laughs> やってますよ、はい、家家, <laughs> 家売ってますね一番売りやすいですからね家も売るっていうね家も売れるっていうね <laughs> そうまあまああとはねあのそう最近ね僕ねあのヒカキンセイキンさんかなあの YouTube 見たんですよで何をアップしてたかっていうとその なんかあの10年前に、なんですかね、あのヒカキンさんとセイキンさんでやってるそのなんかビートボックスのやつがあるんですよ。で、それの2022年版っていうのをやっていて、で、最後の動画の尺で、10年前にね、2人で撮ってる映像がちょっと流れるんですよ。でね、すごく、なんか今はもう機材もめっちゃすごいし、映像も綺麗なんですけど、その10年前の映像って、なんかその、 本当にもう、まだ全然お金ないときですね。お金ないとき頑張ってたやつなんですよ。<laughs> お金ないときに頑張ってる感じのところで、10年後、もう2人とも億万長者みたいな。<laughs> もう映像も綺麗だし、スタジオで撮ってるし、すごいですね。まあこれもね、だから、10年ももうやってんだな、みたいな。ヒカキンさんも10年か、みたいなね。<laughs> うん。だからまあ、この10年で、 どれだけ差がついたのかっていうとこだったりとか、まあ、あとはまあ、ずっとやって、まあ、ヒカキンさんとかもずっとやってますからね。やってなかったらここに到達しないし、だすごいなと思いますね。うん。やっぱね、マインドだと思いますよね。本当に。僕はね、ヒカキンさん結構本当にリスペクトしてますんで、すごいなっていう。いや、続けてるじゃないですか。<laughs> ずっと本当に。うん。しかも、 何すかね、YouTube がまだ全然ね、あの、まだメジャーじゃない時からずっとやってんですよ。堀江さんもそうですよね。堀江さん、僕が堀江さんの YouTube チャンネル見た時に、まだあの堀江さんが10万人いってないんですよ。あの堀江さんが10万人いってないのみたいな話で、多分ね、数万人の時だった、3万人ぐらいの時かな、多分。多分3万人ぐらいの時だったような気がしますけど、見てた時が。 まあそれももう10年ぐらい前の話ですけどね。うんだけど堀江さんも続けてるしね <laughs>。そうなんか、稼ぎたいけど続けないしやらんし、何なんでしょうね、言ってらっしゃい。